始まりました、サトルの動画写真編。はい、ね、今日はね、これですよ、フォトコンさん今発売中の日本写真企画さんのフォトコン、はい、12月号ですけどね、これにね私のあの特集がちょっと載っておりまして、ね、あなた付箋つけといてくれたんですね、はい、これはねあのどういうことが書いてあるかというとね、まあ私はあの GR3 これ、ね、GR3 これで、まあ、あのこのカメラのね、はい、最初の機能についているモノクロの、うんうん、いろんなあのイメージコントロールっていうのがあるから、それでどうやって撮っていくとこんな感じに撮れるよっていうのの特集で、私はね記事を、まあ、あと写真とね提供しておるんですよね。でそのあたりのねお話をちょっとしていきたいなと思っておるんですが、どうですか、聞きたいですか、聞きたくもありませんか。聞きたいですよね。本当ですか。なんでそっちに振ったのかわからないです。はい、まあいいでしょう。はい、ということでね、じゃあ本編の方参りましょう。それではスタート。はいね、で早速なんですけど、はい、うん、あのこのね男のさんのねこの、うん、12月号でね、これ今回特集でね、うん、ページが、うん、ね60ページからね、うん、特集、うん、カメラ選びで手軽に本格派スタート、デジタルモノクロ超得意カメラセレクションとしてね書いてあるわけで、いろいろとあるんですね。オリンパスさんだとか、うん、富士フィルムさんのね、やつだとか。で、まあ、リコー GR3 って。僕が担当したページはこれ。リコー GR3 というやつで。まあ、これでね、うん。いろいろとこう、イメージコントロールっていうのがありまして。はい、知ってますか？イメージコントロールって。うん、なんか、最初からついてるやつ？いいリアクションするんでしょこの人。最初からついてる、まあその通りです、おっしゃる通りです、最初から入ってるやつですよ。だけどね、まあこれもいろいろあるわけ、はい、でま あ, あの今回の特集はモノクロだから、そのモノクロでね、この GR だっていろいろあるんですよ、フィルム調もいろいろカラーの、カラーバージョンでいろんなタイプのやつ、あんたでいう最初から入ってるカラーバージョンもあるんですよ。ありますよ、いろいろポジとかいろいろあるんだけど、うん、だけどまあ私は今回モノクロでっていうことで、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒っていうことでやっておりますね。でまあここにはね、うん、同じ被写体でもソフトモノトーンで最初から撮るとどうなる、ハードモノトーンで撮るとどうなる、ハイコントラスト白黒で撮るとどうなるっていうこのね、あの検証と、うん、まああとはそれいうのでどうやってやっていくのとか、うん、それの良さはとか、うん、そういうこと書いてあるわけですね、はい、でね、まあ、ここモニターがね、ここ背面のモニターがあって、まあなんか被写体こう撮るときはこういう感じでここに映りますよ、うん、でここで撮るんだけども、もうすでにこの段階で、うん、例えばですよ、あなたを今こうやって撮ろうとしてもですね、うん、うん、今撮っちゃった、うん、撮っちゃったんだけど、うん、この段階でもうモノクロが映ってるよということなんですよ。こういう感じで。この人。うん、いやいや、あなたは今ここに撮ってんだから、こっち来たらダメでしょうよ、あんた。撮るんですね。いやいや、モニターに映ってんですよ、ここにあなたが。ああ、そういうことか。いまいちこの感じが伝わらないです、この人。うん、はい、こういう感じでね、映ってるわけ。うん、で、これでもうわかる。だから、これで今、これ僕今ハードモノトーンにしてるんだけど、うん、でこういうので撮ってみたり、ね。うん。あるいはここで今調節簡単にできるんですよ。うん、今ね、これ、うん。そう、こういう感じにしました。うん、今これハード、ハイコントラスト白黒で撮ってる。うん、こっちに映るかな？こんな感じなんですよ、うん。ね。で、うん。またまた変えて、ソフトモノトーンであなたは撮るとどうなるか。はい、こちらを。はい。どういう顔してますか、ね、まあ、後でこれ見えます。大丈夫かな。大丈夫です。こういう感じで、まあ、映ってる、うん。だから、このイメージが、もう最初にここでコントロールできますよ、と、うん。うん。だからさ、自分の目をさ、いちいちモノクロの目にできたらいいんだけど、うん、なかなかできないよね、そんなこと。できない、ね。どこにスイッチがあるんだよ。ねえ。
こういう説明すると喜びますね。あのスイッチなんかないよってね。そういう感じじゃないですか。ところがね、これでいろいろとこう変えれば、はい、もう瞬時にね、自分が見た景色が、そのままこのモノクロでね、いろんな感じで分かっちゃうんだ。そうすると、ああ、仕上がるとこんなイメージでもう出来上がるんだって分かるでしょ。うん、そうするとね、カラーはまあカラーでいっぱい情報あるけど、モノクロにすると、その色彩の情報が消えるじゃない。そうするとね、急になんかドラマチックに見えたのね。こちら側のなんかイメージも膨らんできたりするんですよ。うん。だからまあこういう背面モニターでそれをこう見ながらね、やっていくと、はい、あ、なるほどと。へーって、こっちはただ眩しいだけ、ただ暗いだけの感じに見えるけど、これで見ると、すごいドラマチックなんだ、っていう感じに見えてきたり、うん、人の顔もこんな感じで映るんだ、とかね。ああ、じゃあここで撮ってもあれか、って。だから上手い人なんかは、わざとモノクロにしてみて、光が回ってる。いや、カラーで撮るんだよ。カラーで撮るんだけど、まずモノクロにして、どこにね、光が回ってるかっていうのをモノクロにした方が分かりやすいから。それで確認してね、どこがいいかっていうのを選んで、ここで撮ろうとか、そういう感じで撮られる方もいらっしゃる。ということですが。まあでもそういうのがね、コントロールできますと。で、まあいろいろ他にも機能ついてるんですよね。シェーディングって言って、こう、周りをこう暗くしていくとかね。あといろいろこう、シャープネスとかね、そういうの上げてったり、もっとコントラスト強くしたりだとか、もう、暗部だとかね、明部とか、それぞれにもっと上げたり、もっと暗くしたりとか、そういういろんなことできる。あと粒子状っていうね、粒子、ザラザラ感。ああいうのをわざとね、昔のフィルムみたいに増やせると。これ、カメラで、ね、この中でもいじれます。これでカチ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 、そういう項目があるんですよ。そういうとこをやっていくとね、いじれるんです、うん。そうすると同じ写真でもいじれるし、これね、面白いんですよね。ローファイルと、あと JPEG で保存できて、で、ローファイルでね、僕今最近はローと JPEG で撮ってるんですけど、ローで撮ると、まあローでモノクロで写るけど、ローだから、ライトルームとか入れるとね、カラーに戻っちゃう。戻っちゃう。そう。だからせっかくここで、ハイコントラストだのなんだのって撮ってても結局元に戻っちゃうんだよ。だから JPEG にしとくとここで見たまんまのも撮れる。それ便利な機能。で、あともう一ついいのはね、ローで撮っとくとそのファイルをこの中で、それは別にカラーで撮ってもいいんだけど、それをね、いろいろモノクロ化できるんですよ。つまりローファイルで撮ったら、例えばあんた今ライトルーム使ってるんでしょ、ライトルームで例えばあんたカラー写真モノクロにしたいなと思ったら、モノクロ変換して、コントラスト上げたり、いろいろなこう加工したりするでしょ、ね、そうです、レタッチしたりするでしょ、そういうのがここでできるんですよ、この中で。これで、これで、ここで、だからパソコンに落とさんでも、ここでもうこうやってペアって見て、もう少し明るくしたい、暗くして、コントラスト強くしたいって言って、で、粒子つけたい、シェーディングもっと強くしたいとか、いろいろできますね。なかなか面白い機能ですよ。ね。ね。なんかそういうところが、まあ、実はこれ一台でできちゃうよっていうところなんでね。で、まあ僕なんかこれずっとこういつもポケット入れてるわけ。いつも歩いてると僕こうやってパッて撮ったりしてるでしょ。ね。で、こういうとこでこうもう見えるわけですよ。モノクロ化で。そのあたりがね、いろいろとこう、特集で組まれてるわけね。面白い？使ったことのないちんぷんかんぷん、でもあなたの持ってるカメラにもちゃんとそういう機能ついてるから、おそらく、その辺もね、まあ向上意欲があるならばね、いじってみてもいいのかなとは思うけどね。あなたは怖いのはなんかいじり出すとぐちゃぐちゃになっちゃうっていうね、何がもともとどんなんだったのかが、そうだね、分からなくなっちゃいそうです、まあね、ここには書いてある。何の変哲もない光景が瞬時にドラマティックにって書いてある。で、やっぱりね、この開発されに関わってらっしゃる方が、やっぱその辺の写真に精通されてる方だから、その絶妙な、そのなんていうの、
ここだよっていうようなところはこだわり抜いて一応作ってあるから、うん、あそうなんだ。モノクロにしても、あなたが今言ってね、どこをどういじればわからないっていうのは、うんうん、もうあなたはそこは考えなくても、もうこれ使ってくれたら基本的におおすごいねいいねっていうモノクロの、その優秀なスタッフがこの中に入ってると思ってくださいよ。めちゃめちゃいい、ちっちゃいちっちゃい人が一生懸命こうしときましたこうしときましたって言って瞬時にパッて見せる、モニターに、あなた用に説明するとそういう感じすごい、そういうね開発に関わった人たちがいろいろとね苦労されて、うん、そういうこの感じでいこうこの感じでいこうって各社ねそれぞれやってらっしゃる、うん、ということですよ、うん、だからあなたは別に最初は難しいことする必要ない、うん、分かってないでしょ、うん、まだモノクロってどういうのがいいとか、うんうんうん、だからそういう人はもう変に手出さずに、うん、まずはこの最初にこちらがご用意いたしましたこのハイコントラスト白黒でぜひお試しください、はい、ね、ハードモノトーンでソフトモノトーンでもうこれがもう非常に安定した仕上がりとなっておりますので、うん、まあ、あとはお好みに応じてっていうところですよ。でもそのお好みをしだすとぐちゃぐちゃにしちゃうじゃないですか。だからまずはこのあたりで、もう統一していくと、うん、もうそれはそれで統一感出て、いいから。そうか。そうなんです。そうですよね。そうそうそう。毎回なんか違うっていう。そうそうそう。それはやめた方がいいね。それはやめた方がいいね。もういきなり自分を出すっていうのは本当 ね、 そうですね、やらない方が、そうでした、そうでした、そうですね、うん、やらない方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、うんうん、何枚も何枚も重ねて、うん、ね、自分でなんかあこういうことかって分かってからいじり出した方が、うんうん、僕はねそのあたりはよ、うん、いいんじゃないかなと思いますけどね、はい、はい、ということでね、まあ私の場合は GR3 でやって、うん、今回はね男さんの方乗っておりますよということで、12月号ね、こっちですね、はい、ね、はい、ということでした。はい、ということでね、今回フォトコン12月号ね、2021年度の12月号で、まあ、私がこう GR3 の、ね、モノクロ大特集というところでちょっと記事を上げましたよというところでね、まあ、そのご紹介でしたけど、どうでしたか、面白かった、うん、触ったことないのでどんなカメラなのかもわからないし、うん、ああ何 GR が、はい、ああ、うん、そんな機能があるなんて、ね、うん、知らなんだ、知らなんだねえ、本当にねこの背面モニターでね、うん、もうすぐは見えるから、うん、それは面白いなと思うよ、うん、いいですね、うん、本当にあえという感じで、うん、そういう風になるんだってなるからね、うんうん、まあなんていうんですか、いい勉強にもなるし、うん、なんかこう見える世界もね、で慣れてくるとね、もう別にこういうモノクロのモニター通さなくても大体わかんのよ、今僕がこっからこうやって見てる景色とか、はい、そういったものも大体モノクロにするとあここはこういう感じにバーってなって、ここ暗く落ちちゃってこうなってこうなってっていうのはわかんの、へ、もう説明しなくてもバーって、あなたの顔ここから見てもあこういう感じでモノクロになるなっていうのが、うん、なんだ、あんたソロバンやってる？やってた？ソロバン。ソロバンやってる人ってさ、うん、ここにソロバンあってパチ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 ってやるけど、うん、暗算やるとさ、うん、ここら辺にソロバンあるの分かる？分かります。この辺か、人によっていろんな場所があるけど、うん、ソロバンがあるでしょ？あります。で、例えば1円なり2円なり3円なり4円でやってると10っていうのが分かるよね。そんな10っていうのは10の位に玉が1個あって0のとこ空いてるもん、うん、そういう状態が見えるでしょ？見えます。ああいう感じで見えるんだ。うんうんうん、あなたはカラーですよね、うん、実際は、うん、でもなんか同時にこの辺りにソロバンじゃないけどあなたのモノクロになったあなたも見えるんだ、だからさあれだってそうじゃない、ソロバンだってさずっとそのソロバン見てずっとこうやって計算して計算してさ、その球の動きと指の動きでさあと数でそういう風になっていくっていうのが何度も何度も何度もずっとやってるから染みついて暗算できるんでしょ、うん、同じだと思う、あ自分で何度も何度もモノクロを化して、はい、でずっとやって写真撮ってるから、はい、うん、だからパッとカラー見てもそういうのがモノクロの後こういう感じになるな、もっと言うとそれをさこれで言うとね、ハードモノトーンでしたっけ、ハードモノトーンだとこんな感じで、ハイコントラスト白黒だとこんな感じになるかっていうのも大体分かってくる、うん、やばい何ちゅう顔してんの、何ちゅう顔してた、まあでもそれだけね、うん、まあ、ヒントとしてはやり込むっていう面白さ、あ、
面白くなるんですね。なりますよ。そうですよ。何ですか。ふん。まあね、うん。だからあなたはまだまだね、写真ね、面白いことがいっぱいあるの。うん、奥には、はい、あ。だからどんどんとね、やっててくださいよ。うん、ね。そうするとまたこういう記事なんか読んでてもね、ほほーって思ったら深く読めるから。はい、ね。その辺をまあね、楽しみながらまたこれから頑張っていきましょうか。ね。はい。ということでね、本日はモノクロ特集ね。あの雑誌掲載分のお知らせでございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。